こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回もまたまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームワゲンさんからになります。ワゲンさん、ご投稿ありがとうございます。それでは投稿内容を読んでみたいと思います。天心先生こんばんは。いつもラジオに癒されています。今回お聞きしたいのは、人といると疲れると感じてしまうことについてです。一人でいたいと思うことは霊的に問題があるのでしょうか。私は友人がほとんどいません。学校の友達は学校の中だけ、職場の人は仕事の時間だけ交流を持ち、それ以外のプライベートな時間には立ち入ってきてほしくないと感じてしまいます。飲み会も同窓会も極力断り、休みの日に誘われても適当に理由をつけて断ります。こう言うとドライな人と言われます。私は皆さんが嫌いなわけでは全くなく、みんないい人だと思うし、その場での関係はいつも良好です。本心を言って衝突するより仲良くしたいのです。ただ休みの日まで自分を抑えて合わせるのは疲れるから嫌だというだけです。今では多くの人間関係をやりくりできる能力は自分にはないと割り切っています。しかし先日のラジオで、魂の意志は広がっていきたい、つながりたいと思っているとあったので困っています。人というと疲れるから一人がいいと思ってしまうのは、私の魂が曇っているからでしょうか。魂を輝かせるためには、嫌でも疲れると感じても誘いには断らず、人と本音でぶつかり合い、人間関係 を広げていかなければならないのでしょうか。教えていただけないでしょうか。ということで、ご投稿いただきました。ワゲンさん、ご投稿ありがとうございました。そうですね、人間関係ということで、以前お話ししたときに、魂の意志は広がっていきたい、つながりたいと思っているというような、お話をしたのかなと思うんですけれども、ちょっといろいろと誤解があるようなので、この機会に人間関係についてちょっと考えてみたいかなと思います。でですね、まずですね、人付き合いが疲れるということありますよね。人間多かれ少なかれ、この人間関係で悩む人が多い以上、やっぱりそこにはなんとなくこう人との人付き合いが疲れてしまう、疲弊してしまうということがあると思うので、まずそうなってしまう理由の、霊的な観点から見た理由というものをまずちょっと考えてみたいと思うんですけれども、いろんな理由は考えられるんですが、大きく分けると3つあるかなと思っていて、1つ目はまず魂の霊性の傾向って人それぞれ違うんですね。でそれはもういろんな人とこうワイ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 やっているっていう、もう人ととにかく接し続けていることによって、魂が輝くというか、そういうのをすごく好む魂の霊性というか傾向を持つ人と、そうじゃなくてどちらかというとこう熟考してこう、いわば哲学者じゃないですけど、哲学者っていうのはもうこうじっくりじっくり煮詰めていったり、で物事を深く深く考察し洞察していく、そういう方向で働く魂の傾向というものがありましてね、そういう魂の霊性、もちろん普遍的な、もう究極的な観点で見たら どっちの要素も人それぞれに持っているはずなんですけれども、どちらの傾向がより強いかっていうことで、魂の霊性の傾向みたいなものが人それぞれ違うんですね。でそうするとですね、その人とつながっていきたい、人ととにかく一緒にいたいっていう感じの魂の傾向を持つ人は、別にその人間関係うんぬんかんぬんじゃなくて、とにかく人と一緒にいたいから、何でもね、もう一人ぼっちで食事するの嫌とか言って、ね、すぐに友達に電話して ご飯食べに行こうよって言ってみたり、あるいはもう休みの日はちょっとあったらすぐにもうね、携帯から LINE とかして、今何してる、暇ならちょっと遊ぼうよとかね、したりしてこう広げていくというのが好きな人もいるわけですね。だけども逆にこう熟考し、一人の時間によって深く深くこう熟慮したりとか、物事を見つめ直すということが
得意であり好きであるという傾向の魂のね、霊性の持ち主の人は、まあどちらかというとその自分のそのとても大事な魂を輝かせる時間を邪魔されたくないという気持ちが出てくるわけですね、どうしたって傾向として。そうするとですね、こうまあ魂の方向と違うことにこう取られることにストレスを感じて、まあ、人付き合いが疲れてしまうとね。人が嫌いというよりも人付き合いが苦手っていうのは、その人付き合いをするとこう自分の魂の傾向が反してしまうからっていうことがあるかなと思います。これがまず一つですね。で、二つ目は以前ちょっとお話ししたんですけども、 HSP という話をしたと思うんですけれども、まあ、非常に繊細な、普通の一般の人よりもはるかにこう繊細で高度な感性を持っているようなね、そういう体質みたいなものを持っている人がいて、そういう人はですね、人から来る呼気とか霊流霊波動というものにもろ干渉を受けてしまう。で、ドドッと疲れてしまう。だからもうちょっとあまり人がいっぱいいるところに行きたくないとか、あんまりこう深くつながるとその人の霊流がバーって流れ込んできて自分がダメージを受けてしまうから、ちょっと人とは距離を置きたいなっていう気持ちになったり、人付き合い疲れるなと思ったりする場合があります。これは自分が HSP だと自覚してようがしてまいが体質の傾向なんで、自分はそうじゃないと思ってても結構そういった傾向の体質を持ってる人もいるんでね、そういう場合には疲れてしまうという場合があるかなと思います。で、3つ目はこれがちょっと重要なポイントになってくるんですけども、価値観の喪失っていう、これ何かっていうと、現代社会をもうちょっと見てると分かるんですけども、人間ってね、一人として同じ人間いないんですよ。当たり前ですけどね、まあ似たような顔をしているとか似たような境遇の人とかね、そういう共通項が多い人とかいうのはいるかもしれませんけども、人は一人として同じ人がいないんですね。本当に個性豊かで、みんな考え方も感じ方もそれぞれに違うんですよね。もちろん共通するところとか傾向っていうものはあるかもしれないけれども、ね、必ずみんな違う。だから本来はみんなそれぞれにやりたいこととか感じること価値観というものは多様化するべきであって、多様化するべきというか多様化していくのが自然なのであって、みんないろいろ違って出てくるはずなんです。ところが社会を見ていると、社会の構造を見ていると、まあ、違う個性のある人というのももちろんいますけど、それはもうマイノリティになってますよね。逆にその突き抜けてるような人というのは、まあ、いわゆる成功しましたみたいな感じになる場合と、ものすごく変人扱いされるというね、ネガティブな側面、それはもう時の運だったりもするんですけど、でもそういう人を除くと大体のマジョリティって、もうなんか金太郎飴みたいにみんな同じものを好み、みんな同じ価値観、例えばお金が欲しいとか広い家住みたいとか、結婚したい、子供が何人いた方がいいとかね、年収はいくらぐらいあった方がいい、学歴はこういう方がいいね、大学だった、大学出てるのと出てないのだったら出る方がいい、あるいはね、大学出たら、ね、出るなら有名なね、大学がいい、六大学がいいとかね、そういう風な感じで、みんななんか似たり寄ったりな、流行ったらもうそれにみんな飛びつくみたいなね、流行があってね、この人が素敵と思ったらみんなその人に憧れてそんな風になりたいと思ったりとかするわけですね。別にそれがダメだとは僕は言わないんですけれども、みんながみんなそういう風になっていくと、もう一人一人の本来持ってる個性としての価値観というものがだん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 埋没してくるわけですね。これをまあ霊的に見た場合、魂の希薄化って呼んでますけども、魂は希薄化して単なるこの世の中で言われているようないいとされているものにみんな寄っていこうとする。そうするとみんな金太郎飴のような感じで、同じようなものを求め、同じような欲望を持ち、同じような方向に行こうとすると、そうするとですね、多様な価値観なんてなくなってくるんですね、で多様な価値観がなくなってくるというすると、もう自分自身の魂の意思から来る価値観というものが喪失してくるんですね。そういう人が多くなってくるんです。で、そういう人たちと
付き合い始めると、あの魂を輝かせようって思ってる人にとっては、あの逆にこう何て言うんですか、どん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 魂の力を吸い取られるような方向に行くので、ちょっと疲れやすくなるっていうのがあるんです。これは本当にあの難しい問題で、あのそういう人たちであっても、もちろん本当は魂があってそれを輝かしたいという意思あるんだけども、もう非常に希薄化して埋没しちゃっているので、そういう人たちはもう本当にある意味気づきもしない場合もあるわけです ね。自分が本当にやりたいことはこうもう魂の奥深いところに眠っちゃってて、で同じような方向を向いて、あのもうなんか金太郎飴のように生きてるという感じですね。うん、でそういう人たちの中に入っていこうとすると、こう自分自身の魂も希薄化してしまうので辛いと。だから人付き合いが疲れる。これが3つ目なんですけども、この3つ目のポイントが実は非常に重要なんですね、今回の話にとって。で人間関係の意味なんですけども、霊的に見た場合の意味は、自分自身の霊性を豊かにするため、でかあのいろんな多様な価値観に触れることによって霊界は広がります。ということは多様な価値観ですから、しっかりと魂の希薄化していない魂がこう輝き渡っているような人のしっかりとした固有の価値観に触れることが大事なんですね。これが人間関係の霊的に見た場合の本当の意味なんですね。で、あのまあこういったらなんですけど、もちろんね、あの会社のね、職場の同僚の中にも非常に個性の中でこう魂を輝かしている方もいるかもしれませんけども、ほとんどの場合、大体職場同僚関係というのはほとんど金太郎飴だったりする場合があります。だから会社の中のなんとなく、仕事をして、たまには飲み会やって、なんか騒いで上司の愚痴言ったりしてとかね、まあもちろんそういう人たちもね、普通にいい人たちといえばいい人たちだけども、単にいい人たちというのと魂がガーンと輝いてるっていう人は別なんですね。いい人っていうのは ある意味でちょっと言い方悪いですけども、当たり障りなくやれる人、ね、特にネガティブな非常識な行動を取らない人というのもいい人ですよね。だけども魂が輝く人っていうのは必ずしもそういういい人とは限らないですよね。むしろ悪が強くてちょっと何この人変わりもんっていう人も、あのね、常識的に見たらなんかこの人変っていう人であっても、魂輝いてる人は本当素敵な人もいるんですね。で、私が言ったそのね、繋がっていきたいと思っているという人は、魂が輝いてる人たちは引き合うってことであって、あの魂輝いてないような、埋没して希薄化しちゃってる状態の方々っていうのはもう適当に流せればいいと思ってるんで、価値観も喪失してますから、なんとなく無難に今の状態を流していけばいいんじゃないっていうね、苦痛がなければいいんじゃない、適当に楽しければいいんじゃないね。でそんな何を目指すべきかなんて、社会のね流行とか流れとか、なんかいろいろとメディアで言われてることとか、そんなんでいいんじゃないっていうふうに、あんまりこうそれに対して疑いを持たないし、疑問も持たないし、心の奥底から湧き上がってくるものもないという状態になってる。そうすると別にそういう人同士でこうじゃれ合ってるのは非常に気持ちのいいことなので、まあ、それを別に否定するつもりはないですけれども、ただ魂輝き始めて行きたいと思ってる人にとっては厳しいと思うんですよね。うん、なので、あの別にそのつながりなさいと言ってるのは、誰かとで構わずつながれって言ってるわけじゃなくて、自分の魂輝いて惹かれ合う人とはこう、あのね、関わり合い、その中でその人の霊霊も受けて、自分の霊霊も相手に与えながら価値観の交流を図ると、霊流、あの霊界って広がっていきますよねっていう意味で、あの魂の意思は広がっていきたい、つながりたいと思っているというのは、そういう意味なんですね。誰それ構わず、たくさんの友達100人できるからじゃないけども、とにかくね、あの携帯の連絡帳には私500人の友達が登録されてますとかね、 LINE の友達が200人いますとかね、そんなのは全然関係ないわけですね。そうじゃないんだと、人数の問題じゃないんですね。多様なる価値観とのつながり、ね、多様なる価値観を持った個性のある人との交流は自分の霊界を
広げてくれるし、その人とつながっていきたいというふうには魂は望んでるんだよっていうことを言ってるわけです。だから無理してそのね疲れる中に行ってね、まあもちろんその中に素晴らしい人の出会いがある可能性はありますよ。でも、まあ、明らかに時間の無駄だよねっていうような飲み会に嫌だけど行くとかね、うん、あるいはその無理やりたくさんの友達をねいつもひっきりなしに交流して、僕私には友達200人いるんですよとか、200人いるんですよってもその200人がどんな人なのかによるわけじゃないですか。ね、別にその人200人の人が悪いとは言わないけども、でもね同じような感じでじゃれ合ってこうなんとなくこうね、その場その場のただなんとなくふんわりと楽しんで終わるっていう、そういう人間関係は全く霊界を広げませんので意味はありません。なので当然それに行きたくないのであれば行く必要はありません。もちろん行きたければ行ってもいいんですよ。そういったその慣れ合いみたいなね、こう楽しくワイワイやることを否定してるわけではありません。そこは誤解しないでほしいんですけども、別に慣れ合いでワイワイやってちょっと気分転換するいいじゃないですか。それを否定する必要ってどこにもないと思うので、そういう人たちを別にこう見てね、あの人たち魂希薄化してるからダメなんだとかっていうふうに裁くのはやめてほしいんですけども、そうじゃなくて自分がやっぱり魂輝いてくるとそういう集まりが嫌になってくるのはしょうがないんですね。それは当然なんです。だってそこに行ってもほとんど得るものないですもん。まあ、魂の希薄化が自分が促進されて、ネガティブに下手すじゃ持ってかれるし、マイナスの影響しかないわけですからね。だから行きたくないなら行かなくていいですよ、というのは、まあ、言えるかなと思うんですね。だから誰それ構わず、その繋がれば、魂の成長になるのか、あるいは魂輝くことになるのか、あるいは霊界が広がることになるのかって、そんなことはないんで、やっぱり人は選んでいいと思うんですよ。人との交流どうするかっていうのは選んでいいと思うんです。なのでね、今回の男としてはそのね、無理に行かなきゃいけないのかっていうことに関しては、無理に行く必要はありませんよ。もちろん行きたいな、たまには息抜きしようかな、たまにはそんな馴れ合いもいいなと思うなら行けばいいし、うん、で行きたくないなら行かなくてもいいし、でまあね、もちろんそのかといってその職場内であんまりこう人間関係ぐちゃぐちゃして変に目つけられると困るというのであれば、まあ、一応付き合いと思い、単なる付き合いだからね、たまには付き合いも、まあ、円滑に行くためには必要かということで、まあ、行くと、ちょっと我慢していく、それも別に構わないですよ、うん、そこはまあ個々人の判断でやっていただけたらなという思いではありますけれども、自分がもうどうしても行きたくないと言っても意味ないと、もう確信しているのであれば行かなくて全然構わないかなと思いますね。だからその別に自分が人間嫌いなんだとか思い込む必要はないと思うんですよね。もちろん人間嫌いでっていう、また別のケースでそういう風になってる人もいるかもしれませんので、それはまた別のケースとして、今回のケースとはまた別ですけども、ご投稿いただいた内容を読む限りでは別に普通に人が嫌いというわけではない、他の人たちもいい人だと思ってるし、普通に適当にね、仕事上ではやるし、まあ圧力を生まない程度には人間関係を回すっていうこともやってるということではあるので、全然それは問題ないんじゃないかなって思います。だから別に誰それ構わず付き合う必要はないし、誰それ構わず自分の本音をね、そりゃ本音をぶつかり合ってたら喧嘩にもなさろうし、そこは多少ね、ある程度のそのうまい言い回しとか、付き合い方のこうあり方っていうのは人それぞれに対して変えていくっていうのはいいと思いますよ、うん、それは別に決して自分を欺いてることではならないのでね、まあ、それが調和ですよね、ある意味でね。人間関係としてのこの人とは深く付き合う、なぜならば非常に興味があってその人面白いなっていう考えがある、あるいは自分よりも高い次元でものを見ているのはこの人にと付き合えば学びになるなというのであれば付き合おうと思うでしょうしね、魂はね。でもどう考えてもこうあんまり感じないというのであれば、
しないと思いますしね、うん、だからまあその、まあ、あとまあ天命とかね、自分の天命にも関係があるかどうかっていうのもまた関わってきますんで、まあ、例えば自分がまあ上の立場で、ね、次元としては上の立場、霊格としては上の立場で、こうね、手を差し伸べるってちょっとおこがましい言い方になるかもしれないけれども、自分がこう手を差し伸べなければならない立場の天命を持っている人、例えばね、そういう、まあ、ケースね、の場合は、まあ、逆にね、そういう魂が比較化している人たちと関わっていくっていうのが天命の中で必要とされているから関わっていくということもありますからね、あ、それはまあちょっと、また別のケースだと思いますけれども、まあ、そういったケースの場合は、また別になってくるけれども、まあ、いろいろありますよということで、まあ、総合的に判断してね、いただけたらなと思います。なので、別に嫌な飲み会に無理やり行かないと、魂が、低下してるとかね、輝きが霞んでるとかいうことはありませんので、まあ、その辺は心配しなくていいかなと思います。ということで、今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下、説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。